こんにちは、日向陽一です。それでは今回もまた聖書が教える幸せな夫婦ということでお話をしていきたいと思います。今回はエペソの5章28節そのように夫も自分の妻を自分の体のように愛さなければなりません。自分の妻を愛する者は自分を愛しているのです。でこれは聖書の中でも有名な、夫婦関係について一番詳しく、書いてある場所の一つだと思いますね。エペソ書の5章のところになります。で夫たちに勧めがされている中の、一つの箇所なんですけれど、一番最初、25節のところには夫たちよ、キリストが教会を愛し教会のためにご自身を捧げられたようにあなた方も自分の妻を愛しなさいというふうにありますね。でよくお話しするんですけど、この愛する、愛さなければとかと愛するという言葉ですね。これはアガペという言葉が使われて、アガパオっていうギリシャ語の動詞が使われているわけなんですけど、どういう意味かっていうと、無条件に愛しなさい、条件付きではなくて無条件の愛という意味があるんですね。でこれは神様の愛とも言われていて、人間の愛じゃないということなんですよね。人間の愛っていうのは、ほとんどの場合、条件付きだと言っていいでしょうね。で例えば相手がこれをしてくれたから自分はこれをするというものなんですよね。でここで、自分の夫も自分の妻を自分の体のように愛さなければなりません。でここで興味深いというか注目したいのは、自分の体と妻が、これイコール、もしくは、のようになるニアリーイコールというか、そういうふうに表現されているということですね。で、私たちは自分の体のことは誰から言われなくても、今日はちょっとだるいなとか、今日はちょっと寝不足だなとか、今日はすごい調子がいいなとか、分かるわけですよね。で三浦綾子さんっていう作家の方は、人の痛いのは3年でも我慢するという言葉をどこかから引用されてましたけど、人の痛みってやっぱ我々分かんないわけですよね。例えば妻の体調が悪いとかね、具合が悪いとかっていうのは、具合が悪いっていうのは、記号としては分かるわけですけど、感情としては分からないということなんですよね。で、聖書で言われていることは、夫と妻っていうのは、一体だっていうふうに言われているわけですね。夫と妻は、結婚の時に2人は一体となるっていうふうに書かれているんですよね。だから奥さんの体は、自分の体と同じだっていうことなんですよね。で人間っていうのは、我々は自然と自分の体を大切にするわけですよね。ケアする、痒かったり痛かったり調子悪かったりとかって言ったら、ちゃんとケアするわけですよね。でそれはなぜなら、その神経が我々の体には通っていて、いろんな信号を我々の脳に送ってくるわけですよね。ランニングしてて膝が痛いとか、疲れすぎて頭が痛いとかね、
まあ、そういう信号を送られてきて、我々はその信号から、あ、体はこれを必要としてるんだなっていうことを理解するわけですよね。で、夫婦関係の面白いというかチャレンジというのは、まあ、妻のがどう感じてるかとか、妻がどういう調子かっていうのはもう分かんないわけですよね。妻が何によって傷ついたのか、何を悲しいと思ってるのか、何を恐れてるのか分かんないわけですよね。で、私たち夫のチャレンジはそれを理解しようとする努力をやめないってことなんですよね。あ、こうかな、これが必要なのかな、これが嬉しいかな、これが、ね、こうしたら、まあ、気持ちがね癒されるかなとか、いろいろ考えるわけですよね。で、それでその必要を満たしてあげようとして、まあ、いろんな方法でトライするわけですけれど、あ、なんか違ったということがあるわけですよね。だから妻を愛するっていうのは、あの、簡単なことじゃないっていうことなんですよね。自分の体のように妻を愛するということは本当に難しいことだということです。ある意味、まあ、人生の中で一番大きなチャレンジと言ってもいいかもしれないですよね。一人の人を本当の意味でその人の身になって、まあ、理解するということですから、でも、まあ、先ほどの一体という話とまたに戻ってきますけど、自分の妻を愛する者は自分を愛しているんだっていうふうに言うわけですよね。妻が夫からの愛を感じて本当に安心するとき、妻が夫からごめんね、こういうふうに傷つけてしまってごめんねと言われて妻の心が回復されるとき、その時妻の心は 平安と、まあ、喜びに満ちるわけですよね。その時に私たちの心も、まあ、平安と喜びに満ちてくるということですね。ですので、まあ、妻を本当の意味で理解するというところが、まあ、ステップ1ですよね。そしてその理解に基づいてその妻の心を、そして妻の体をケアしていくというのが、まあ、2つ目のステップになるわけですね。だから妻は自分の一部なんだっていうことなんですよ。いや、私はこの人を理解できない、 俺はお前を理解できないと言って突き放してしまうのは簡単なんですよね。でもそれでは信頼の回復はありえないし、それでは傷ついた心の回復はありえないわけです。だから我々は夫として悩むわけですよね。どういうふうに感じてるんだろう、で、自分が彼女の立場だったらどうなんだろうっていうことを悩むわけですね。この間ある男性のクライアントと話していて、まあ、娘を持っている夫の場合に限られることなんですけど、まあ、自分の娘がもし自分のような男性とね、まあ、30年後結婚して、ね、自分が今の妻を扱っているように自分の娘がもしね夫から扱われたら、まあ、どういう気持ちがするでしょうねっていうことをお話ししたんですね。で、私も自分自身も娘、さくらという娘がいますので、そのことをよく考えるわけですね。自分が、まあ、夏江に対して、妻に対してなんかイライラしたりとか、なんかこういう期待をしたりとか、こうしてほしいとか、いろんな要求をね持つときに、もしさくらの夫がさくらに対してこういう思いを持ったら、もしくはこういう行動をしたら、こういう言動をしたら、自分はさくらを本当に大切な娘として思っている、自分は嬉しいだろうかっていうことを考えると、やっぱ自分がいかにわがままかということは、私が夏江に対していかにわがままか、大切にしてないか、自分の体のように愛してないか、それが
本当にこう身につまされるわけですね。まあ、それはまあ娘がいる方だったらまあ娘でしょうし、まあ、女のね、あの兄弟というか姉妹がいらっしゃる方だったら、まあ、自分の妹がとかね、自分の姉が、もしくは自分の母が、あのもし夫からそういう扱いを受けたらどういう気持ちになるだろうかっていう考えるのは、あのすごく大きな助けになるんじゃないかなと思います。まあ、自分の体のように妻を愛するというのは、まあ、難しいことではあるんですけれど、結局それが妻のためにもなって自分のためにもなるんだということ、まあ、聖書はそのようにして私たちを励ましてくださっているわけですね。自分の妻を愛する者は自分を愛している。そうすれば妻も自分も大切にされていることになるんだということですね。まあ、自分の妻を自分の体に愛さなければなりません。まあ、聖書が私たちに命令を与えるときは、それは私たちを縛るための命令ではなくて、私たちを幸せにするための命令ですので、本当にこの言葉を胸に刻んで、今日も夫婦として、特に夫として妻を愛する一日を過ごすことができれば本当に感謝のことだなと思います。はい、この、動画をご覧になっている方でまだ私のメールマガジンに登録していらっしゃらない方がいらっしゃいましたら、無料で読んでいただくことができます。そして動画を撮るたびに E メールでお知らせしますので、YouTube の説明文のところ、 YouTube でご覧になっている方は説明文のところにリンクがあります。そして私のブログで、ウェブサイトでご覧になっている方はそのまま E メールを打ち込めるフォームがありますので、そこから申し込んでみてください。まあ、読んでみて、見てみてあまり役に立たないなと思ったらいつでも解除できますので、ご安心ください。それでは今日はここまでにしたいと思います。どうもありがとうございました。